どうも皆さんこんにちは、ジョン。はい、今日はですね、お出かけ、ジムにお出かけしてるんですけど、どこに行ってるかというと、覚えてますかね、今年2023年の6月にですね、この動画をアップロードしたの、皆さん覚えてますか？ベンツの 190E というすっごい古い、1984年、6年ぐらいのね、もうこの古いベンツをね、ガズさん乗ってみませんかっていう話をいただいて、って言ってたんですけど、ちょっと乗ってみたいなと思ってっていう話の動画だったんですけど、それの途中経過をですね、いい感じで今仕上がりつつあると、そのベンツが 190E が。でそこでですね、せっかくだったらその途中経過見に行こうぜということで、今岐阜に向かって走っております。はい、そういうわけで今日はそのガズ旅、なんだっけな、プチガズ旅だっけ、そう、そんな感じでですね、ちょっと 190E ベンツの続報をお届けしたいと思っております。はい、お楽しみください。ほい、さあ岐阜に到着しました。岐阜の秘密工場に今到着したんですけど、じゃ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 見てください、ドーン、 190E。 はい、前回見てもらった車なんですけど、なんかここちょっとこの間のところで場所が相当明るいからすげえ綺麗に見える。そして色も前見た時より太陽光が当たってるからすごい明るく見えないね。でこれからちょっとこれを、今日この車をですね、僕たちに最終的にお届けしてくれるですね、S さんにですね、ちょっといろいろ話を伺いながら、どんな流れになるのかちょっと聞いていきたいなというふうに思うんですけど、これどうですか、今の現状はいい感じなんですか？まあ、現状やっぱ年式のものがやっぱいい感じだと思います。なるほど、1986年生らしいです。正確には昭和61年。すごいな、1986年ってことは僕がですね、中学校1年か2年生ですね、中学1年生か2年の時にこの車作られたということで、なんかこのステッカー、100ジャーラオートモービルダイムラーベンツって書いてある、86年って書いてあるもん、ここに。なるほど。でこれからまあやることというと、タイヤ交換。そうですね、タイヤ交換はもちろんですね、はい、であとなんかその消耗品みたいな、それをなんかプッシュ周りとか、そのパッキンみたいなものの交換ってことになるんですか？はい、そうですね、その辺は一通り変えていくかなと思ってます。あとはなんかどんなこととかあるんですか？あとはどんなこと、まあ下回りなんですけども、上げてみて、上げてみてください。上がりますよ。でもそんなに30年以上前っていうことになるよね。86年、もう計算できねえや。2023年引く、ちょっと計算してみよう。計算ができない。2023引く35年前だって。我が家より古い、今住んでいる。あ、でもすごい綺麗じゃないですか。サビがほとんどないですね。こういうところはもうこんな、まあそういうところはサビはありますけど、やっぱボディは全然やっぱサビはないですわね。すごくないですか。意外とドイツ車はこんな感じです。そうなんですね。ジムニーとかだとめっちゃサビる車、前のジムニーとかもすごく、すごっ、すごい、なんか下見の初めて。あ、確かに新鮮だね。35年の前の車には見えない感じがしますね。これプロの目から見ていい状態ですか？いや、全然いいと思います。全然いい、はい、素晴らしいです。僕は全然わかんないからさ。いや、でもなんか見た感じ、素人目にもすごく美しいなって感じがしますね。やっぱドイツ車はこんなの感じですね。やっぱさすがのそういう、しかもね、よく言われてるいい時代のね、ベンツっていうか、手でしっかり作られた時代の、はいはいはい、いい時代で、まあ、このね 190E という車のファンもすごく多いでしょうから、やっぱりね。あ、ここにこうやってなんかパテで直した跡がありますね。こうぶつけちゃったのね、過去にね。いや、多分それ最初からです。そうなんですか。最初からです。そう、あ、ほんとにこっちもだ。そうです。めっちゃ手作りじゃないですか。こういう感じなんです。あ、そういう感じなのね、本当に。そうです。工業製品っていうのはもうこれアート作品みたいな感じ。手でハケで塗った跡があるもん。本当そんな感じです。この時代のベンツっていうのはそういうもんなんですか。そうです。めっちゃすげえ。それはもうこれ工芸品ですね。でここからのオイル交換とかこういうのやってもらうとしても、なんかそうか、でもすごい、なんか思った以上に美しい。なんか早く終わるのかね、うん、その出来上がるのかな。もうこれってじゃあ、はい、もうや
調整してもらったらすぐ乗れる感じになるんですか、まあ、すぐ乗れますけど、まあ、これから部品の手配もしてくるので。そうですよね、あ、じゃあこれから手配していただいて、ここで最終的に、まあ、調整というか組み込みしてもらって、いよいよ私の手に来るのが 秋だね。そしたらね、秋になっちゃいますね。いやいやいや、でもどうもこれエアコンの効きがもうほぼ壊滅的だということなんでね、あの冬がいいかなと思ってたら、夏はちょっとこれはもう、でもまあ今のぐらいだったらギリギリセーフかもしれないですけどね、こう窓開けて今日は気持ちいいね。今日はきっと気持ちがいいと思います、はい、いやありがとうございます。ここから見るとかっこいいよ。こんな角度から見ることなかなかない。そうよ、色はやっぱいいな。へえ、こことかも本当船みたいだもん。そうです、船ですよこれ。なんか、ここのなんか感じ、なんかすごい、なんていうの、繊維のやつみたいな。わかりますわかります、船担当さんのやつです。あ、なるほどですね。へえ。あと、つまボンネットってあるんですか。あ、はい、この間そういえばボンネットをさ、ね、開けるところが壊れてて中見れなかった。なるほど。そう。はあ。じゃあアルミホイルをホイールキャップにされるんですよね。はい。昨日もちょっと話をして。これもかっこいいですけどね。あっちの方がちょっとジェントルマンな感じですよな。やっぱこうコンパクトなんですよ、すごい、多分車幅はそんなジムニーと大差変わらないんじゃない。ほんとそんな感じですね。ですよね、ジムニーとそんな変わらない、この幅は。開いてますか。ここにレバーが何かありますか。そうです。で、みんなこれをこのまま引っ張って上げるんで、これが折れるんです。あ、なる、ただのバーなんですね、これは。そうです、これで解除して、解除してボンネット上げる。なるほど。そこはプラスチックだから弱いわけですね。へえ、あー、このなんか感じが昭和の車だ。こういうのよく昔、はいはいはい、ね、日本車でもこういう形のやつがあった。ね、これ何気筒なんですか？4気筒ですね。4気筒。あ、1、2、3。あ、こっちか。なるほど。はい、へえ。え、何 cc でしたっけ？これで2000ですね。いいな、はい、いいな。そっか。これが調整されるわけだ。エンジンも好調ということで。そうですね。で、とりあえずこの辺はもう、ベルト、はい、あとオルタネーター、うん、もうオルタネーターも発電してなかったんで。あ、そうなんですね。で、いやで、これも、リビルトで交換させてもらってます。あ、リビルトっていうのは、あの、また最新のやつで再現されたものってことですね。これね、そうです。このベルト も交換してあるんですか。新しいですね、これね。で、ベルトって、あとこの辺ちょっと見にくいですけど、ベルトテンショナーとかもその辺も交換しましたね。あ、なるほど。そういうちょっと微調整がやっぱりね、交換しないとちょっと動かなかったんで。バッテリーもこれは新しいの。そうです、とりあえずバッテリー新しいの付けさせてもらいました。はい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 、まあそうですよね。すげえ迫力あるな、なんか、なんというかっこいい。へえ、ボンネットがまた迫力あるな、これ。すごい感じ、いいじゃないですか。まあ普通国産だとここまで開かないですからね、ボンネット。ああ、そうですね、確かにこれ90度だ、もう本当。確かに、すごいそびえ立ってます、ボンネットが。なるほど。そしてこのね、これがすごいね、このでっかいこのワイパーが、これがどんな動きなのか超楽しみ。なるほど、いいですね。じゃあこの間ちょっと暗かったから中もちょっと見てみようかな。入れますか。多分ね大丈夫。ここから、わあ、渋い左ハンドルなんだな。いいね、このパネルが。なんか内装が明るくて、これいいです。これって、あの、屋根も開くんですか。そうですね、サンルーフも開きますね。電動ですか、手動。これ確か手動です。あ、手動なんだ、これもちょっと後でね、最後の時に、あの、全部説明してもらわないと全然わかんないな。オートマだから、まあ、運転がしやすいですね。なるほど。いやー、いい、このシートの雰囲気がもう、なんかそのバックミラーがまたかっこいい。そうなのよ、このね、左右非対称だよこれ。かなり全然形違うんだから。見て、向こうとこっち、ミラーの形が全然違うの。本当だ、ね、そう、あっちの方がでかいの、反対側だからね。かっこいい、かっこよ。
まあ、後ろも広々っていうか、まあ、これボディちっちゃい割に広く感じますねやっぱりね。いいな、この JBL のスピーカーがもうたまらないですね。なるのかな。確かなったと思います。本当ですか。こういうのもね、すげえ、ほらミラーの形がやっぱ違うんですよね。あ、ちょっとこっちの方が正方形に近いのかな。やばい、かっこいい。なんとも言えないこのボディライン。という、あ、これはもう楽しみだな。秋にはこれでどっかにちょっとドライブに行く映像が撮れるかなと。ボンネットがすごいウケるんだけど、ここから見るとあんな風になってるよ。すがら、素晴らしい、いいじゃないですか。というわけで今日は岐阜に来てですね、この1986年製のベンツ 190E が、車庫に入って、最終調整に入ったよということで、またこれをあれですね、車を取りに来るというか納車の時もまたちょっとこうやって継続して、ちょっとねゆるーく、この車じゃあれですよね、もうのんびり走るのがもういいですわな、うん、ほらかっ飛ばすような車じゃないでしょうこれは、うん、もうジムニーでゆっくり走るのには慣れてるんで、ね、いいですね、のんびりとウクレレ積んで、こういうとこにウクレレ飾っといたらいいよね、うん、もう日が当たってすごいウクレレには悪いけれども、なんか渋い、素敵です。じゃあ、S さん、仕上げ、最後の仕上げの方よろしくお願いします。めっちゃ楽しみです。いやー、いい感じ、たまりません。そういうことでですね、今日は見に来ました、この 190E ベンツなんですけど、やっぱりテンション上がりますね。次回の、次は納車になるのかな、うん、動画お待ちください。バイバーイ。